ニュースポストセブンです。2023年もよろしくお願いします。 TBS ラビットの伝説会であるあのちゃんドッキリの内幕についてプロデューサーの辻雄一氏が明かしました。辻氏によると、一言で言えばドキドキでしたね。本当に生でガチでやっていたんで、 TBS で新しい番組が始まりましたっていうのを知ってもらうきっかけが欲しかった。だから水曜日のダウンタウンの演出の藤井健太郎さんから話が来た時に勇気を持ってやってみようと思ったんですと話していました。ニュースポストセブン。